はい、皆さん今日もお疲れ様です。やっていきましょう。お願いします。さあ、勝率なんとかね、6割はキープしたい、ずっと。そしたらおのずとね、上がっていくと思うから、ずっと6割でいけば。ただね、6割ない勝率が大変だ、これは。さあ、お願いします。こういう相手に負けちゃいけないね。ただ打率3割、勝率4割で吉野部さんか。いや、なかなか侮れない。お願いします。さあ、リボン持ちとして負けられない。お願いします。今日梅津さん投げてますね。いやー、嬉しいな。梅津さん結構好きだったんですよ。あの迫力ある球威を感じるよね、あのまっすぐは。梅津さん好きですね。あの一回ありましたよね、なんか10回までか0点で抑えてみたいな。でもこっち点取れなくて 0-0 で引き分けで終わったみたいな。懐かしいな。梅津さん結構使ってたんですよ、僕。S ランク最初始めたての頃は。なかなかロマンがあって好きでした。あのまっすぐがいいよね。あっ、トゥー。いや、これ危ないか。あ、踏んない。ってことはこれ、ちょやめて。いやー、ちょ打球速っ。させ。あー、よかった。いやー、超、いや、定位置でよかった。おしよしよしよし、オッケー。あ、ツーアウトだった。さあ、カズマさんね、変える、変えるんだ。いやー、今日今とこ1点差で負けてんですけど、なんとか勝っていただきたい。で、今日バスケもやんですよね。バスケも勝っていただきたい。外前進、ナイス、オッケー。ナイス、外野前進、オッケー。タイピン最高だね。これ入れていいよ、これ。オッケー。早く追い込む。最高。これは最高ですね。あとはもうボール球で全部。うー、振らないか。さすが。はい。うー、振らない。ピッチャー決まったと思ったでしょうね。これどう？オッケー。サークルチェン強い。あれは分かんないよね。変化量5つありますかね。ちょっと俺もスタンプそれ押したい。あ、間違った。ナイスプレー押しちゃった。やべ。さあ、これからホークスが守備に。あ、これがしたかった。もう押しません。あの悪いやつだと思われたくない。さあ、お願いします。オッケー、行くよー。あー、うまいね。何がやねん。行くぞ、ツーシーム打つよ。ナイスバッティング、最高すぎ。大島さん、マジで最高、最高のリードオフマン。さあ、連打丸。え、変化量マイナス1か。じゃないわ。まんまとやないかい。ツーシーム何 D ね。超えないね、全然超えない。うん、大丈夫、放送家さんなら超えるよ。しっかり外角投げてくんのかな。違うな、打ちたかった。でも際だね。ふぅ、オッケー。外角打ちたくないな。いやー、すっか、ボールでした。オッケーオッケー、まっすぐ張ろう。いやー、差し込まれたね。オッケー、ナイス、ナイスカット。楽しくなってきた。そうか。オッケー、高谷さん行こう。ツーシーム入れてくる。
まあこの先制のチャンスをしっかりとものにして初球ナイスバッティング、高谷よっしゃー。え、見せてくれるんですか。見くれないね。高谷さん、おっつけたね。おっつけてねえか今の。あれ入ったらホームランだったぜ。ちょっと指が滑んねえんだよな。あやっぱあそこツーシーム強いね。次来たら打つけどね。フォーク強い。いやーボール球や、くー1点しか取れんかった。さあ松葉さん頼む。これ打たれてもいいよ全然、ガヤフライで多分飛ばないと思うよそんな。いや最高のボールだな。これ打てないでしょ。とりあえずこれは無理でで刺そうか。オッケー。じゃあ今度こっちで刺そうか。危ない。おう。オッケー。ナイス。あれ振ってこないね。やっぱ松葉さん強えわ。マジで。みたいだね。バッターボックスにはマキシャン。まっすぐ投げようか。いやーちょっと怖いな。まっすぐ全部これでいいよ、全部これ初球。あーはい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 、もう目線そこにしかないから、はい絶対入る。はい入れてもいいね今のね。びっくりフォーク、はいびっくりフォーク、オッケー。取れない、三振狙う最後。おる。うぅー、これはさすがに打てない。よっしゃーナイスピッチング。2試合目行きましょう今日は。あのいやひどいな。2試合目行こう。ちょっとねー、まあ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 、勝てたんでね、皆さんお許しを。ちょっと、ごめんなさいね。ほんと1点とかしか取れなくて。あー、まあ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 。オッケーオッケー。2試合目いきます。この2試合目が、ひどい試合だとしても、これはおまけなんで、勘弁してください。お願いします。勘弁してください。ひどい試合でも。オッケー。さあ、こうやってにも勝っていきたい。ゴーヌユダイさん。そのままあれじゃない、ちゃんとツーシーム、縦ツーシームの大野雄大さんじゃないこれ。さては、うわ結構オーダーはもうガチガチですね、人を見る感じでは。やっぱ絶対そうや。ああそうや、ただツーシームこれ曲がんないからね。さあどこまで、雄大さんからは打ちたくないがあんまり、まあ頑張って打ちます。いやいいまっすぐ、さすが雄大さんだ。いや全然曲がんないな。いやナイスまっすぐだな、それ気持ちいい。うぅスシム投げないなこれ。オーケー、ナイスセーン。さあこれがスピリッツァだね。変化量、あ違う、制球を乱すというね。ここツーシームだね初球。ほらほらね、危ねえ危ねえ、張ってたから引っ張っちゃったね、張ってた分。まっすぐ細川さん、なあ細川さんでホームラン出てきた最近。結構打ってる気がする、気のせいかも。あ応援かこれ、フェアリテルです。デレデレデデデ、
伸びるね打球、さすが高谷。走る、ナイスラン、オッケー、シュペイです。え、久々の発展強制コールドある、これ久々の。さあ高梨さんだ、いやオーダーはやっぱ強いね、この選手はザ・リアタイみたいな感じの選手たちなんで侮れない。まっすぐか、ちっちゃい方ハロー、シュート、ボール球、今あぶねえ。現役オーダーで発展コールドしたいな。さっきボール球だったんだ、あれシュート、ちっちゃい方ハロー、大きい方だ、打ってもよかったね、タイピンないうちに。下手くそ下手くそ、ちょほっとね指がなんだね、言い訳ですが指が、あー指変な感じする、ボール球かじゃなかったか、ちっちゃい方ハロー、ふぅー強っ、高梨さん強え、うえよく見た、あー怖っ、 OKOK、 外の低め見極めます、広く見よう、 OK、 よく見た、いいよ、集中リセット、頭リセット、リラックス、おっとここ代打しようか、福田さんありだね、スピリッツ的にも福田さん行こうか、たまにはね、ずっと福永さんだったからね、最近代打、おー強い強い、ホームラン狙おう、ビッグイニングや、あーよく見た、フォーク1ね、いや満塁ホームラン、えぐー、福田さん広角なしでも満塁ホームラン、これ2本目です、広角なし満塁ホームラン2本目、いや発展まであと1点、皆さん取ります、打順はトップに帰って大島、くっそー、発展取りて、発展取るぞみんなで、現役オーダーで発展取れるとこ見せようぜ、あー曲がんない、体力はだいぶ来てるね、オッケー、ナイスバッティ、二塁、二塁行け、いかないね、オッケー最高最高、引っ張っちゃったけど3球、ちょっと触れない、ちょっと待ってマジでさ、ちょっとミート打ちしよう、ミートでか、え、ちょっとスライダーのミート打ちって強くね、普通に横変化の人に対しての、ほら強っ、これミート、これでっかこれ、全部ミートやん、あー引っ張っちゃダメだよね、あー取れんかった、発展取れませんでした、しくしょう、ただ福田さんの満塁ホームランあったし、細川さんのホームランもあったし、ここはもうヒロとバツッと0点で抑えましょう、長径でここ、よしワンアウト、フェイス強いな、広角ついてるんや、うぃえい、おぉ入ってないんですか今、ヒロト、ヒロト、ナイス、うぃや、あれはもう一球いく、クロスファイヤー、うぃや、最高に強い、最高に強い、ヒロトがまっすぐで行こう、もう
黙ってまっすぐやろ、ここはもう。オッケーオッケーオッケー。ういよ、ちょいらないいらない、その1点クソいらない、クソいらないな、その1点。オッケーナイス、皆さん今日もお疲れ様でした、見てくれてありがとうございました。